はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、このブラックリバーのマップのタスク消化をちょっと進めていきたいなと思うんですけど、まあ、一個ずつね、やっていってもいいんですけど、ある程度、こっちやったついでにこっちやってみたいに進めた方が、まあ、効率よく回れそうだったんで、まあ、いくつかね、ちょっと複数まとめてやろうかなと思ってます。はい。で、とりあえず、まずはこの道を塞いでる系のやつですね。一番近いところでここ、フォールンパワーライン。この倒れた鉄塔を修復する、溶けるんですかね、やつと、あとこっちの方にあるこのウッテンブリッジですね、木の橋を修復するやつと、ちょっと上の方ですけど、このロックスライドっていうのがあるんですね。まあ、岩を多分どけるやつだと思うんですけど、まあ、この辺り、この3つぐらいをちょっと今日できたらいいかなと思ってます。はい。で、まあ、前回使ってたトラックにね、今日はクレーンを乗せてみました。はい、2台も乗せてますけどね。これがあると、まあ、2台から2台へ荷物運んだりとか、まあ、落ちてるアイテムをね、拾ったりっていうことも一応できるんですね。はい。で、あとは、今日はね、もう1台後ろに連れて行きます。はい。2台構成で進んでいきます。はい。で、一応ね、運転できるのは、基本的に1台なんですけど、このウィンチを使えば、これですね、後ろにつないで、こっちつない。まあ、牽引ができるんでね、まあ、そんなに危険な道じゃなければ、2台で、進んでいくことができるんでね、またちょっと後でね、使うんですよ、この後ろのトラック。まあ、行きましょうか。はい。よし。止まるときとかね、ちょっと気をつけないといけないけど。あと長すぎてもちょっと問題ないんで、ちょっと縮めときます。うん、これぐらい。うん、で、とりあえずは、まあ、ここがフォールンパワーラインからやっていこうかな、じゃあ。ここはメタルプランク、コンクリートブロックなんですよね。うん、で、メタルプランクをどっちみちこのタウンの方に取りに行かないといけないんでね。まず一回タウンまで、このまま2台構成でね、進んでいきます。はい、ぶつかっても大丈夫なの？ギリギリだね。うん、ちょっと止まるとき気をつけないといけないけど、うん、まあちょっと慎重にね、進んでいきますね。うん、気づいたら後ろのトラックが横転してたとかねあるかもしれない。うん、よし、行きましょう。よし、街に近づいてきました。一回ちょっとぶつけちゃいましたけどまあなんとか無事にたどり着けそうですね。ここで、なんて書いてあるの、めっちゃ寂れてんね。でもね、うん、まあ、これね、復興するに従ってさ、なんかビルとかが建つようになっ なったりとかまあまずしないと思うんですけど、まあ、でもこういう感じの街なんですかね、このミシガンのね。ブラックリバーっていうあの川は本当にあるんですよね、地名はね。実際にこういうところなのかどうかは分かんないんですけど。よし、ここまで来たでしょ。でここで、ちょっと一回マップ開こうか。ウィンチャーもリリースしよう。よし、で、ここでちょっと、はい、ここね、ここまで来ました。で、この後ろはもうここに置いていくんですよ。はい、で、この前だけで、このメタルプランクをまず運びましょう。ね。よし。ちょっと暗くなってきたから、あれしようか。あれを飛ばそう。朝にします。うん。よし。ここでね、まあ、よし。ちょっと待ってね、これすごい邪魔やな。よし、ここで、まあ、自動で、メタルプランク乗せることもできるし、こっちのクレーンのところね、ちょっと狭いけど、ここまで行ったら、ここでいいんかな？え、ここ？あ、違うな。ここに置かれるっていうだけか。そんな感じっぽいね。じゃあここに、ちょっと中途半端ですけど置いて、カーゴマネジメントで、この
切り替えると、これ今オートロードなんですね、勝手に自動で乗せてくれる。こっちやるとマニュアルローディングっていうのが一応できて、マニュアルローディングゾーンブロックと、もうちょっと下がれってかはい、いけた、よし、うん、あ、いける、クローズ、あ、置かれましたね、ほらそこに置かれてるでしょ。で、ここで、一回止めて、アクティベートアンカーをまず出します、うん、クレーンの時はね。でクレーンはクレーンモードに切り替えて、なんか荒ぶってない、大丈夫で、これを伸ばします。うん、クレーンも結構ね面白いですよね。ちょっと距離遠かった、これ持ち上げられる、ちっちゃいね、もうちょっと大きいクレーンもあるんですけど、それはまだちょっと使えなかったので、つながりましたね。でこれを、リフトはこう、ちょっと待って、持ち上がらへんのちゃう、これちょっと待って、持ち上がらへん、パワーないんだ、あ、これではじゃあ無理だね、このメタルプランクはダメでした、うん、上がらへんねんけど、引きずることは、引きずることはできるけど上に上がらへん、ほら上げようとしてるんだけど、ちょっとウィンチを伸ばすやな、これ縮める、持ち上げろ持ち上げろ、そんな重たいのメタルプランク浮いてる？これ無理やな、無理やな、浮いてないもんな、うん、これはちょっと諦めます無理やったわ。リストアクレーンにすると収納されるね。で荷物ちょっと置きっぱなしでだとあれなんで、リムーブカーゴを選びます。でここであのバツが出てきたやつを押せば消せますんでね。よし、まあ、無理せずじゃあ、どっちや、自動で乗せましょう、うん、ね、いけました、はい、うん、まあ、やっぱあれを持ち上げるには大きいクレーンが必要ってことですね、うん、よし、じゃあ、まあ、とりあえず、ここフォールンパワーラインまで、運びますね。よし、行こう、まあ道はそんなに険しくないんで行けるでしょう。で、こっちですね、左に行ったらその鉄塔があると。倒れてる？あー、倒れてる。あれをどうやってどかすんでしょうねそんなこの非力なクレーンだけで通れないですね。よし、ここに、ちょっと止めて、よし、で、ちょっとパーキングします、ショータスク、はい、で、引き受けますと、うん、よし、アクティベートされましたね、はい、で、メタルプランクをアンロード、うん、すると、よし、あと残りがコンクリートブロックだね、うん、でこれが本当はこの倉庫まで取りに行かないといけないんですけど、遠いでしょう。なんでこの倉庫の位置がさ、もうひどすぎるんですよ、正直もうどこから通ってもちょっとめんどくさいっていうね、端っこだし、うん、でいろいろ見てたらここにねトレーラーあるじゃないですか、うん、でここにね積まれてるんですよ、コンクリートブロック、うん、よし、ここ4つ積まれてるんで、ここまで取りに行ってこれをここに運びましょう、うん、なんかね割とね、置いてくれてますねこれを使えみたいな感じで、うん、なんかそれをね、使っていった方が、あ、まあスムーズにね、できます。ちょっとここバックできひんよ、バックっていうか U ターンできひんよ、ここバックで行くしかないな。まああのトレーラー引っ張ってない時はバックでね全然いけますけど、うん、トレーラー引っ張ってる時のバックはもう無理ゲーですよね、うん、ほんま車こいでする人とかすごいよね、うん、
ほんま、あの大型トラックでね、あのトレーラー引っ張ってぴったり止めれる人すごい、あの尊敬しますね、うん、こういうゲームやっててなおさら感じね思いました。あのユーロトラックシミュレーターとかにもいっぱいトレーラー運んだりするじゃないですか、うん、絶対思ったところに止められへんもんねよし、帰ってきました。でこっちですね。で、あれがどうしようかな。後ろはね、ちょっと長いトレーラーなんですよ。そのコンクリートブロックがね積まれてるやつなんで、まあ、あれをそのまま引っ張っていってもいいんですけど、どこ？もうちょい先やな、うん、こっちでした。ちょっと4区にしよう。この辺だけちょっと荒れてるんだよ。そこで、まあ、このクレーンの出番ですよ、うん、必要な数だけ持ち運べる、うん、ちょっと待って、よしよし、こんな重いのクレーン積んだだけでちょっとあれかな、重くなるんかな、ちょっと分かんないんですけど、どこや、この辺もひどいよね、うん、結構なんかこのさ、沼のほら真ん中に左手に赤いトラックあるでしょ、あれを救出せみたいなミッションもありましたね、うん、ここ？あ、これだこれだこれだ、よし、これちょっとバックで入ろうか。こうですね、よし、曲がれてる、ちゃんと大丈夫、強引に行き過ぎた、ミラーがぶつかるで、これがそのトレーラーなんですよね。コンクリートブロック4つ、これを、まあ、こう一応つながるんで、もうちょいくっつけるとよし、くっつけるでしょ。で、4つ積まれてるんですよ後ろにね、コンクリートブロックで、このまま一応縛られてるんで、止められてるんで、この状態だとクレーンでちょっと持ち上がらないから、ここでこのアンパックっていうのをします。うん、はい、でこれで一応なんていうの、縄がほどけてるんですよ。うん、でまた縛るときはまたパックかってやったら縛られる。うん、こうね、うん、今アンパック してます、外してます。で、クレーンで積みたいんで、トレーラーを外す。でちょっと隣にね、よし、ちょっと近いところに行きましょう。このクレーンだからそんなにもう飾りなんだね、正直ね。これでコンクリートが持ち上げられへんかったらちょっと悲しいですけどね持ち上がらないのはメタルプランクだけにしてほしい、うん、よし、よし、まあまあこれぐらいでいいかな。で、もうちょい後ろにしようか。後ろのやつを、よし、やろう。で、まずアンカーを下ろします。うん、これ、この程度で意味があるのかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、すぐめり込みそうだけど。で、クレーンモードにしますね。はい、うん、よし、とりあえず後ろのやつから運びますよ。頼むで、頼むで。うん、よし。で、リフトがどっちに、こっちか、あ、持ち上がりますね、うん、これは持ち上がるわさっきのメタルプランクはダメだった、うん、で、下ろす、もうちょっと奥、クレーンも結構楽しいんでね、結構好きでしたけど前作は、うん、もうちょっと奥だね、綺麗に積まないと多分2個入らへんよね、もうちょっとこっち、そう、でもクレーンは揺れますんで、回転ってある、回転、あ、ローテーションってありますね、こうか、うん、よし、ちゃんとこれ書いてくれてんのはありがたいね、低くする、なんでずれんのよし、これ微調整で、よし、で、外します。でもう一個乗せましょうか。1個目きれいに乗せないと2個目乗らへんよね、大丈夫かな、これで、
ち持ち上げるとき傾くんですけど、トラック、よし、このまま手前まで、よし、もうちょい左、ちょっと1個目が傾いてんな。よし、ちょっと回転させます。で、もうちょい左揺れてるもんな。よし、ここで下ろすか。はい、で、え、なんでそんな奥に行くの。もうちょい手前、手前来て、うん、むずい、この2つちょうどしか入らへんの。回転して手前ね、うん、ちょい左、もうちょい下ろすか。こうなるね。うわ、すごいシビアだ。もうちょい手前に。違うんだよな、違うって綺麗に入れて、1個目がやっぱりちょっと雑にやりすぎたか。難しいですね。オッケー、もうちょい、もうちょい、もうちょいやってよし、無理かこれ、入らへんかな、ギリギリ入りそうなんだけど、浮いてるもんな。これちょっとクレーンで押さえてみますよ、この角、押せなんで入らへん、もうはまってるよね、ちゃんと、うん、どこが引っかかってんの。外してみようか、うん、あ、なんか、うん、強引に入ったはい、です。で、一応このままだと固定されてないので、あ、先にあれだね、クレーンモードをやめて、で、レストアクレーンで収納するでしょ。で、この時にパックカーゴをすると一応固定されます。はい、うん、まあ、これでも、なんていうの、あ、アンカー。あ、もうこれも自動で直してくれるんだね。よし。まあ、横転したらどっちみちね、荷物外れちゃいますけど。まあ、いいか。これで行きましょう。ね。だからこの1ブロック分のアイテムだったらこの黄色のクレーンでいけるんですかね、うん、でもっと大きなクレーンはまだランクが上がらないとなんか使えないんで、うん、まあでもこれはこれで多分ね、2台もつけれるし、クレーンもつけれるしっていうバランスですごい便利やと思いますね。活躍できると思います、これはこれでね。ちょっと荷物の大きさが大きいやつは運べないけどっていうだけで、なんかやばくない？大丈夫これちょっとえらい傾くの。よし、まあいい、これはもうすぐ近くなって運んじゃいましょう。タイヤが早く欲しいですね。ハイウェイって書いてあるからね、まあ言うたらオンロードのタイヤですよね、うん、アスファルトの道を走る用のタイヤなんで、ツルツルですよね、言うたらね、うん、あとでもこのゲームなんか、そういうパーツとかトラックもそうでしたけど、見てたら買い値と売り値が同額なんで、いろいろだから試せますね。これなんやろうっていうのあったら一回、まあ、お金さえ足りたらもう一回買ってみて、つけてみて、で使ってみて、止まって、うん、そしたらどういうのか分かりますしね。でいらなかったらもうまた売ればいいだけなんで。よし、じゃあ下ろします。落ちてきました。はい、これで、アセプトでいけましたね、うん、特にムービーなかったな、一瞬でどかされたまあいいか。よし、で、そしたら次はこっちやっちゃおうか、ウッテンブリッジね、はい、
ルート的にはどっちから行ったらいいんだろうな。あ、まあでも、清戸って行かないといけないんで、ここだね。じゃあそこ行きましょう。よし。U ターン。こんだけあったら U ターンできる。ランバー見るまで、あ、ぶつけた。ちょいちょいぶつけましたね。よし、ランバー見るまで、来れましたね。これで、ちょっと待ってよ。ここもね、マニュアルで一応クレーンで乗せることもできるんですけど、おー、まあもういいですよね。よし、2つ積みました。はい。で、ここだね。これ、ウッテンブリッジが2個だったと思うんで。ウッテンプランクが2個だね。これはあっさり終わるんじゃない?ここさえ、ここがどうかだよね。いけんのかな?でもここ道通ってんの?うっすらこうあるから。どっち?ここ。あっちか。あ、ちょっと行ってみましょうか。そこまで通ってなかったもんね。よし。よし。なんかトレーラーを見ると、そのゲームのね、なんか鉄パイプみたいなのも運んでますよね。でもちょっと長いんじゃないかなと思って。これ登れる?ここ。いけるかな?ちょっと心配だけど、こっち側ちょっと走ろう。この電柱に引っ張ってもらおう、最悪。石ある?大丈夫?いけましたね。あと川を、水辺をこう越えられるかどうかですね。まあ、それさえできたら、このミッションは距離近いんですぐ行けると思うんですけど。どこや?ここ、ここだけだね。さすがに流されないでしょ、これは。と思うんだけど、はまるかな。よし、まあ、ゆっくり慎重に。あ、あれ、これは何、アップグレード。え、ちょっと待って。え、何これ。え、アップグレードなんこれ。ちょっと待って、出てこうへんの、そんな、アップグレードロケーションですか。え、ちょっと待って、これさ、ウォッチタワーアンロックしただけやったらアップグレード全部出てこない。それ辛いんですけど、この黒い部分を全部走れってことになる、なるんじゃないですか。そしたらほんまにくまなく探そうと思ったら、怖っ。こういうとこもしかしたらあるかもしれへんやん。そしたら、どんだけこのゲームやらせんの。笑ったけど、これなんだ、ちょっとショートラックリスト。あ、これ今のこのフリートスターの、あ、車高を上げるやつだ。これちょっと欲しかったんですよね。あ、よかった。でも、もらっとこう。ちょっときついな、それ。この、あ、でもなんかこういう車だよね、目印。なんか黒、これってマップで見えんの、車って。見えへんよね、見えへんよね。やっぱ黒いとこも全部走らないかんのか。うわ。まだこれはさ、このミッションでさ、通りそうなところやから良かったものだよね。隠しアイテム的なのがあるぞ、だから。なんてまぞえ。ここもなんかあれだよね、運んだりとか、なんかのミッションの、あの目的地になってましたね、確か。何の場所なんかは分かんないけど。で、そこだね。え、ちょっと待って、なんか動かへんねんけど。あ、びっくりした、切り株でした。急に
たって止まるから、うん、ガソリンはまあ大丈夫かな。これはもうこれ運ぶだけだしね。よし、こけへん、大丈夫。なんか変なとこ通ってるけど、ここでいいんですよね。よし、ショータスク、引き受けます、取ってきてって言われて、あ、そっか、引き受ける場所と荷物を運ぶ場所が違うんだ、一応一緒でええやん、もうそんなこっちに、ちょっと倒れんといてや、倒れんといてや、うん、よし、ここね。ここは逆に、でもこういう木のさ、なんかこんなんが置いてあるから、ちょっと川を渡るのチャレンジしたくてもちょっとしにくいよね、うん、まあいいや、もうだからあっさりクリアしちゃいましょう。木の橋が作られると、これだけなんだよし、 OK、 行けましたね。はい、次がだからロックスライドはメタルプランクをまた1個運ぶのと、サービススペアパーツっていうのがいるんですよ、うん、でそれはまたもらえるのはこの倉庫なんですけど、ここまで取りに戻ってたらえらいことになるんで、でいろいろ探したらこのトレーラーに乗ってましただから結構うまいことね、なってますねこのゲームね、うん、だからこのトレーラーからまた拝借していこうかなと思います。ただこれあのセミトレーラーっていうのでなってるから、これをあなんていうのパックされた状態で置いてあるんですよね。でそれをあのアンパック荷ほどきするのに、トラックを連結しないといけないんですよ1台ね、うん、このトレーラーが接続できるトレーラー、トラックを連結しないといけないので、そのためにこれですよそのためだけにこれを持ってきたんです、はいね、じゃあちょっとこっち運転しちゃいましょうか先、どっち、これ、これやな、よし、うん、よし、じゃあ行きましょうか、うん、ね、このあの後ろにこのトレーラーを接続する部品、なんとかサドルっていうのをつけてます、うん、どっち、こっちだね、よし、ちょっと待って、ポストは壊せんのかな、あ、壊せた壊せた、うん、ポストは壊せた、花壇も、うん、踏みにじっていきますねで電柱はダメなんですよね。でゴミ箱は多分 OK だと思う、ゴミ箱 OK、 ポスト OK、 これ標識も OK、 あ、そうそう、この辺はなぎ払っていきますね、大体。あとは大丈夫かな、家はさすがに動かないですね。どこだ、こっち、こんなとこでスタックしたらあれやけどな、よし、ちゃんとこうやって置かれても、ここなんか5つぐらい乗ってるんです、ここにもレンガ乗ってるんですよね、まあ、有効活用ね、させてもらいましょう、うん、どういう状態なんですかね、この荷物勝手に使っていいよっていうことな、よし、で、ちょっとずれたけど、どうやろう、これで、トレーラーちょっと強引につなげたって感じで、アンパックして荷ほどきしときますね。どれかな、前の2つかな、同じのが3つあるからこれだよね多分ね、あの木の箱の一番前にあるやつで、一番後ろがレンガで、真ん中のがちょっと分かんないな、なんかね分からへんアイコンが1個あったんですよ、これかな、うん、ああ、そっか、今荷ほどきしたからちょっと表示されないけど、1個分からへんやつあるんだけど、まあ、とりあえずこれだね、よし、じゃあちょっとこれはもう待機しとこう、うん、よし、で暗くなってきたから夜を飛ばして、もう1回これね、これで帰ります、うん、ここにさ前乗り捨てた
やつあるんだけどな。これ取ってこうかな。どうしようかな。取ってくる？ちょっとこの橋渡ってみたい感もあるしね。ちょっと渡ってみましょう。うん、こういう冒険心が後でね、すっごい後悔する元になったりするんですけど、わかんないっす。ここね、こういうところもちょっとドロドロやもんな。慎重に行きましょう。ガソリンは多分大丈夫だと思う。よし。この道がだから開通するようになったってことだよね。いける？よし。なんかいらないっていうか、使い終わったトレーラーとかねはもう空になったやつは、トレーラーショップっていうのがこのマップでも2箇所ぐらいありますけど、そこでねもう売り払っちゃうとねいいです。はい、トレーラーも売り値と買い値同じ額で、やってくれるんで、試しに買ったりとかね、しても全然 OK。 ここか、そこだよね。うん、で、うん、だからもう使わへんやつはね、どんどん売り払っといて、で使う時になったらまた買い直せばいいだけなんです。うん、よし、よし、とりあえず来ましたね。うん、これとこれは一応使えるやつなんですよ。もう一個前間違えてここに置いてあったやつを、もういいや、これでいいやって言って引っ張っていったんですけど、それはイベント用のこの燃料タンクでした。うん、いける？もうちょいこっち。つく。よし。くっついたね。はい。じゃあ、行きましょう。こうでしょ？これどこに置いといたらいいかな。じゃあ使いやすいところに、この辺にあって、この道が結構登るのつらかったからね。だからあれやし、どっちかっていうとこのなんていうのか、こっちにファクトリーがあるんだけど、そのルートのどっかでこっちの方に置いといたらいいんだけど、まあいいか、ちょっと持って帰ろうか。これここにあっても結局使わないしね、もうね。まあいいや、帰ります。町の方に持っていきましょう。あ、結構重いぞ、でも。いろいろ持ってるからな。うん。メタルプランクと、さっきのあれだもんね。うん。いける？ここが登れれば。なんとか登れる。うん、なんかゴーンって音したけど、もういい、後ろは振り返らない。うん、いいんです。うん、よし、町までね、帰ってきましたね。ここでしょう。どうしようかな。先にどっちだったっけこれ、ロックスライドはメタルプランクが先ですね。メタルプランク積んで、からそのサービスリペアパーツだったっけ、うん、を積みましょうか。どうしよう、この辺どこに置いといたらいいこれ。バックがねできひんから。もういいわ、ここに置いとくわ。うん、よし、トレーラーは置いとく。あ、給油しとこしよう。満タンでいいでしょう。うん、よし、あんだけあったら十分。よし、で、メタルプランクを積みに行きます。うん、柵は壊します。これダメージのあれ出てくるんだね、左下。いや、今気づいたわ。エンジンぶつけたら、ダメージ、あれゼロになったら動かなくなると思う。ここだよね。メタルプランクは持ち上がらないんで、これはもう自動で積み込んでもらいます。よし。あ、ここね。よし。
で、パッキングされていると。で、ですね、まあ、普通の、なんていうの、攻略の仕方だと、ロックスライドまで、そのメタルプランクを運ぶんですよね。で、戻ってきて、そのサービスリペアパーツっていうのを、順番にね、まあ、運んでいくんですけど、ちょっと試したいことがあって、ちょっとやりましょう、今ね。うん、一気に運べるかなと。運べるかどうかチャレンジをしようかなと思ってるんです。はい。ね、2台空いてないでしょう、もう1個も。今、2個分しか運べないからね、この2台だと。ですけど、まあ、今クレーンがあるじゃないですか。うん、さっきのトレーラーのところに、まずは行って、あそこね。よし。で、ちょっとバックで入りましょうか。よし、まあ、道はそんなに険しくないと思うんでね。え、ちょ待って、なんで全部下に落ちてんのこの荷物。今気づいたけど。落ちんのこれ、どうなん、え、バグなんですかこれ、怖っ。まあまあ拾えるからいいですけどね。うん、ちょっと待って、こうでしょ。まあ今からね、やろうとしてることの方がもうちょっと無茶苦茶だったりしますけどね。まあ、とりあえずアンカー出してクレーンモードするでしょ。うん、クレーン伸びるときなんかちょっと荒ぶるんだよね。これだと思うんですよ、一応。なんていうの、なんとかリペアパーツ、うん、で、これをぶら下げるでしょ。あ、持ち上がるよね、さすがに。で、この上に乗る、それがちょっと見たかったんだけどね。前作は結構無茶ができたんですよ。乗るかな、ちゃんとまっすぐ乗せた方がいいと思うんで。で、リフトをこう、ウィンチを下ろした方がいい。まあ、いいよ、置いてみようか、一回。乗ってください。乗ってください。あ、乗った。乗るね。乗るね。うん。で、一回ちょっと外すでしょ。で、このままだとさすがにさ、落ちるじゃないですか。うん。落ちても最悪クレーンがあるんで、持ち上げられると思うんだけど、だからそのグラグラする分をこの、こうだね、このクレーンでグッとちょっと抑えます、こんな感じ。で、終わるでしょ。大丈夫、これ安定してる、見た目は安定してますけど、はい。で、リストアしたらダメだから、このままアンカーだけ、アンカーはいいよね。うん、で、いきます。で、パーキングしてなかった。よし、行こう。頼むで、うん。これ、おまわりさんに見つかったらあかんやつや。うん、ちょっと傾く、ちょっと待って、傾く。重い。止められるやつや、おまわりさんに見つかったら。うん、まあ人がいないんでこのゲームね。多分ね。いやー、でも結構揺れるな、落としそうやな。まあ、ちょっと慎重に行きますよ。うん、って言ってて落とすんですけどね、結構。あ、動いてる、ちょっと待って。ちょっと待って、動いてる。ちょっとグラグラしてるの、ちゃんとした道走らせて、もうこっから。よし、そこまで行かして、うん、よし、はい、よし、行けたな、うん、よし。で、目的はちょっとグラグラしてんだよな。え、どこ、ここちょっとわからないんだけど、ここで受注するのかな、してここに運べっていう感じでしょうかね。ちょっとまずここに行ってみますよ。
なんかね、どっかにさ、川あったような気するんだけどね、それがちょっと心配なんですけど、うん、まあ、落としたらまあね、拾いましょう。結構揺れるな。カーブは慎重に。よし、コンストラクションシミュレーターというゲームもね、ありますけど、建設機械のシミュレーションするゲームね、それも結構こういう無茶ができて、結構遊んでましたけど6つぐらい縦に荷物積んで運んだりしてましたけど、ね、あれはあれで面白いですよ、はい、あ、ここかな、受注するのはここ行ける？ちょっと一遍寄ってみますよ。ここでタスクを見る、ロックスライド引き受けるで、アクティベートですね。アクティベートする場所と、その実際荷物運ぶ場所がやっぱ違うんですね。別なんですね。でここまで、その荷物を運べと。この道のりを、この状態で行くんですよ。ね。それがチャレンジ。ここからオフロードになりますから。落としそう、めっちゃ、やばいな。ここはあんまりだから傾かせないようにしていきますよ。違う違う、こう溝が結構ね揺れるし、よし、危なっかしいね、すっごい。川はなかったよね、多分、多分ね。これがでも場合によってはすごいなんていうの、手間を省くことができる技だったりするんで、まあでも結構大きなあれがあるけどね、トレーラーあるけどね、4つぐらい一気に、4つとか5つぐらい運べるトレーラーあるから、まあ一気に大量に運びたいときはそういうやつを運ぶのがまあ順当なね、攻略法だと思うんだけど、うん、まあ、これはこれでまた見た目も面白いんでいいでしょう。なかなか、はい、やりましょう。もう大丈夫かな、その岩でしょ、ま、正面の岩だよね。そこまで運べればクリアだと思うんで、だどういう風にさ、なんていうの、荷物が消えていくかだよね。よし、ここ、よしで、止めます。いいね。で、マネジメント、ロックスライド、あ、これ別に順番どっちでもいいの、順番どっちでもいいんか、え、アンローディングか、あ、そっか、ロッ、これはあ、パックされてないから荷物として認識されてないね、まだな、やっぱこっちを先下ろさなあかんね。で、メタルプランクを先に落としますよ。うん、まあまあまあ予想通りだね。で、ここでパックして、うん、で、マネジメント下ろします。達成しました。はい。あ、これで、あ、いや、消えたね、うん。なんかあんまり大してムービーとかはないんだね、ここはね。よし。よし、これで、まあ、一応道は開通しましたね。ここも通った、橋もできた。ここまだちょっとやってないんですけど、ここは結局また倉庫から荷物運ぶだけなんで、前やったのとあんまり変わらないでね、まあ、ここはもうサクッと終わらしておきます。はい、よし、はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで、終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。